During this time slot, there was a filler arc where Naruto was doing shit with the Six Tails Jinchuriki, which actually results in us seeing him right before he gets gutted by Pain. Pretty sure it was around this time, right before the Pain arc began. I typically don't watch the filler. I'm trying to remember. I'm pretty sure that's the one that happens right before Naruto finds out about Jiraiya.先生、待ってたよ、ナルト。珍しいな、カカシ先生が迎えてくれるなんてさ。ああ、お前に用事があってな。用事って？とにかく、放課後の屋敷に行くぞ。ん？来たか。みんな揃って、何事だってばよ。それに、誰？そこのじいちゃんガエル。口を慎め。この方は、妙木山の二大仙釜の一人、深作様だ。ジライア様に仙人術をお教えになられた、ジライア様の師にあたります。エロ仙人の師匠？
エロ仙人とはの、ジライヤちゃんらしい慕われ方じゃ。で、そのじいちゃんガエルがなんでここにいんの？どこから話せばええかの。そう、ジライヤちゃんが戦死した。は？何言ってんだよ。暁のリーダーであるペインと交戦してな、不意をつかれての一撃が致命傷じゃった。満身創痍のジライヤちゃんがわしにペインの情報を託し、一人ペインに立ち向かったのじゃ。お前たちに後を託しての。そんなの嘘だろ。事実だ。でもエロ仙人がそんな。事実だ、受け止めろ。ナルト、ばあちゃんが行かせたのか。そうだ。なんでだよ。なんでそんな無茶許したんだってばよ。ばあちゃんはエロ仙人の性格よく分かってんだろう。たった一人で行かせるなんて。よせナルト、五代目の気持ちが分からないお前じゃないだろう。ナルト、どこ行くの。エロ仙人が五代目になってたら、スナデのばあちゃんにこんな無茶はさせなかった。エロ仙人ならこんなこと、こんな、クソ。ナルト！サクラ、いい、少しそっとしておいてやれ。すみません、深作様。ナルトとはいずれまた。あ、それで。しかし、さすがはジライヤちゃんの弟子じゃ。純粋でまっすぐなところがよう似とる。今日のところはこれで解散にしましょう。ナルトも時間を置けば落ち着くと思いますので。うん、ではそれまでわしはあっちに戻っとく。時が来たら呼べ。はい。お前たちも解散だ。シズネももう下がっていい。はい。俺、なんでここに突っ立ってんだ。行こう。
ナルト。任務でも随分活躍しているみたいだな。里のみんなも噂してるぞ。久しぶりに話でもしないか。一楽でラーメンをおごってやるぞ。やめとく。ナルト。久しぶりのコノハ、やっぱ帰ってくるとホッとする。今回の遠征任務長かったしね。みんな元気にしてっかな。再会すんのが楽しみだな。おい、そんなにはしゃぐな、みっともないぞ。しょうがねえだろ先生、本当に久しぶりなんだからさ。たく、俺も木の葉に戻ってきた時、はしゃぐなってエロ仙人に言われたっけ。今日の修行もなかなかきつかったってばよ。まだまだこれからだっての。少しずつ修行の量を増やしていくからの。なんだ、いきなり笑いよって。そんなに次の修行が楽しみか。いや、そうじゃなくて、修行やってると嬉しくなってさ。嬉しい？修行ってばすげえきついけど、でも少しずつサスケに近づいてるって思うと嬉しくなってさ。もっともっと強くなって絶対にサスケを取り戻してやる。常に明るく、そして前向きな姿勢か。お前を見てると、この忍びの夜もいつか明るい光が差すように思えてならん。突然なんだよ。残念なことだが、今のこの世には憎しみがはびこっている。憎しみ？争いが生み出す産物、何かを失って生じる恨みの感情。オロチマルやサスケも家族を失い、憎しみに囚われた被害者とも言えるの。その憎しみをどうにかしたいとは思っとるんだが、実際にはどうしたらよいのかわしにはまだわからん。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかった時は、その答えをお前に託すとしようかの。おっす、
エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。何？なんで笑うんだよ。お前の笑顔には救われるようだ。お前を弟子にしてよかったわい。あれ、なんで俺エロ仙人に。ナルト、イルカ先生、ジライア様のこと聞いたよ。俺のことをずっと見てて欲しかった。俺が火影になるとこ見ててもらいたかったのに。エロ仙人にはかっこ悪いとこばっかしか見せられなくて、俺ってば。ジライア様はお前のことをいつも褒めていたよ。自分の孫のようだといつも鼻高々に話してくださった。エロ仙人が、お前が自分の意志を継ぐ存在だと信じてた。いずれ立派な火影になると信じて疑わなかった。だから。でも。ん？エロ仙人はもういねえ。孫みたいに思ってくれてても、火影になるって信じてくれてても、エロ仙人はいねえ。もうどこにもいねえ。いるさ。え？お前の中に、お前の心の中にいる。そしてずっとお前を見守ってくれてる。俺の中に。確かにジライア様はお前の前からは消えた。でもジライア様から受け継いだ意志は生きている。意志。長い間ジライア様と共に歩いて、お前は何を受け取った？それこそ数えきれないほどの思いを、意志を受け継いだはずだ。意志は生きている。ジライア様の意志はお前の中でしっかりと生き続けているんだよ。目をつむってみろ。
お前の中にジライア様はいるはずだ。お前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく、信じた道を突き進むことをな。わしはいつでもお前を信じておるからな。どうだ、お前の中のジライア様は何と言ってる？ここでうじうじ落ち込んでろって言ってるか？言ってね、信じてるって。しっかり前向いて進んでいくことを信じてるって。信じた道を突き進むことを信じてるって。いつでも俺のこと信じてるって言ってくれた。そうか。俺が落ち込んでたら俺らしくねえ。おかげになれるって言ってくれたのに、孫みたいだって言ってくれたのに、落ち込んでばかりいたらエロ仙人に怒られるってばよ。すげえ辛いし悔しいし苦しいけど、止まるのはもうやめだ。うじうじしてんのはもうやめだ。俺は俺らしく、エロ仙人からもらったものを引き継いで自分の人道を突き進んでいくってばよ。エロ仙人の弟子として最後まで。それでこそ俺の知ってる渦巻きナルトだ。頑張れよ。うん、ありがとうイルカ先生。渦巻きナルト物語。みんな集まったようだな。もう大丈夫なの、ナルト？ああ、いい顔になっとる。では深作様、ペインの情報を。いいじゃろ。これがジライアちゃんが残したペインの情報じゃ。リンネガンか。思った以上に厄介ですね。しかも6人もいるなんて。
他に深作様自身が感じたことはありますか？今はどんな情報でも欲しいのです。そうは言ってもの、いや、そういえばあの時ジライヤちゃんがこんなことをつぶやいておったな。おい、どうした？本物はいない。ジライヤちゃん、本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。ナルト？もうペインのことは大体わかった。俺は修行に行ってくるってばよ。あんた、いきなり何言い出すのよ。どんなにすげえ能力持ってても、それに負けないくらい強くなればいいだけだ。俺は修行して強くなって、そんでエロ仙人の仇を絶対取る。じっとなんかしてらんねえ。力むのはいいがな、今のお前がここで修行してもペインには到底勝てりゃせん。だと？だからじゃ、このわしについてこい。妙木山で戦術の修行じゃ。妙木山？そこで修行すればペインに勝てるようになるのか？それはわからん。じゃが今よりも可能性は上がる。じゃあ迷うことなんか何もねえ。ペインに勝つ道があるってんなら、俺はその道を信じて突っ走るだけだ。よう言うた。ではしばらくの間ナルトはお預けします。想像しいやつですが、どうかよろしくお願いします。ああ。さて、ナルトちゃんは修行の準備をしてくるがいい。わしはこの葉のもんで待っとるからな。よし、やってやる。準備はできたのか、ナルトちゃんよ。よし、それじゃ、行くとするか。ここが妙木山じゃ。おお。まずはわしの家を案内して。何言ってんだよ、じいちゃん仙人ってば。時間はいくらあっても足りねえんだ。さっさと修行を始めようぜ。おいおい、ナルトちゃんよ、そうせえても。俺は遊ぶためにここに来たんじゃねえ、強くなるために来たんだってばよ。こりゃそうじゃな、よかろう。ならば早速修行開始じゃ。そう来なくっちゃな。まずはこの環境に慣れるところから始める。慣れる？この妙木山が特殊な環境下にあってな、慣れていなければ単純な行動を取るだけで体力をひどく消耗するようになった。そんな感じはしないけど。ま、動けばすぐにわかる。
これってわしの術で作り出した偽物たちじゃ。じゃがその強さは折り紙付きよ。奴らとの手合わせを通して少しでも早くこの環境に慣れてみせ。それが第一の修行じゃ。おし、やるぞ。You know, the manga left it pretty ambiguous what the actual Yoboku training was. Anime, well, a little more in depth with it. I'm not entirely sure how far along the show was when the game came out. I probably should have looked that up before this, but usually these games are a little bit ahead because they're more so manga adaptions than off of the show itself.So I'm not entirely sure how much they had to play around with in terms of the Miyaboku training. Yeah, they really couldn't have done much, I guess, except just have us fight these fakes. Unless they wanted to make some actual mini-games.これが妙木山の特殊環境じゃ。よく分かったじゃろ。しかし初めてであそこまで動くとは。ナルトちゃんは本当に面白い逸材じゃ。次は休憩じゃ。さすがのナルトちゃんも動けまい。まだ今はゆっくり休め。ペイン。準備できたのか？ええ、あなたの方は？すでに準備は済ませてある。問題ない。そう。しかし、さすがは我が師だ。あの一撃で我らが一体を使い物にならなくするとはな。だがそれも一時的にこちらの足止めをさせたに過ぎない。ああ、さて、行くぞ。邪魔する忍びはすべて潰せ。分かっている。よし、これより木の葉に向かう。よく寝た。さあ
今日も修行頑張るってばよ。修行の前に一つ確認しておこうか。ナルトちゃんよ、ここに来て数日は経過したが、どうじゃ体の調子は。それがさ、初めの時より疲れを感じなくなってきたんだよな。今だって体がすげえ軽いし。そうか、どうやら修行はうまくいっておるようじゃな。ナルトちゃんの体がこの環境に適応してきておる。それすなわち自然エネルギーがその身につき始めていることを指しておるのじゃ。自然エネルギー？忍術は己の内にある精神エネルギーと身体エネルギーを使っておることは知っておるな。うん。それに比べ、外から得るエネルギーを自然エネルギーと呼んでる。自在に扱うことができれば、忍術よりもはるかに強力な戦術を使うことができる。そして、戦術を扱えて初めて仙人と呼ばれるのじゃ。仙人か。ますますやる気が出てきた。自然エネルギーは体を活性化させる効果もある。じゃが、すげえ、自然エネルギーってすげえ。じゃが、まだ慣れてきただけ。これからも修行を続けて。自然エネルギーの扱いを完全に習得するんだよな。分かってるってばよ。それでは今日の修行に移る。準備ができたら奥の修行場に来い。よし、やってやる。おお、来たな。さあ、修行を始めようぜ。今日の相手は手強いぞ。エロ仙人？そうじゃ、今度の相手はお前の師、ジュライアちゃんじゃ。お前が未だに悲しみを抱いているのはもちろん知っておる。じゃが、もはやそうも言ってられまい。お前には役目があるのじゃから。ああ、もちろん。おのが力を見せてみよう。そして見事ジライアちゃんを超えてみせ。ちょうどいいってばよ。いつかはエロ仙人も超えなきゃならねえって思ってたとこだ。目の前のやつは偽物かもしんねえけど、俺の力を思いっきりぶつけてやる。良い目じゃ。わしの心配は杞憂だったようじゃな。行くぜ、エロ仙人！行くぜ！ 行くぜ！ 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 行く
修行の成果、少しは出てきたってばよ。やりおったか。やっぱ偽物だったな。俺の中のエロ仙人はまだまだ遥か上にいる。あれくらいなはずがねえ。まだ俺はエロ仙人には遠く及ばねえ。だからもっともっと強くなってみせる。そうじゃねえとエロ仙人に追いつけねえから。口で言うのは簡単じゃが、これより先はさらに厳しい修行になるぞ。それこそ諦める方が楽だと思えるくらいのな。俺は強くなってエロ仙人の仇を取るって決めたんだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。諦めないと根性。まさにジライアちゃんの弟子やな。よう言うた。それでは次の修行に入る。これで合同任務は終了ですね。ああ、わざわざ木の葉からすまなかった。いえ、それでは私はこれで。任務終了だな。さっさと木の葉に帰るとするか。なんだ、何か嫌な予感がする。この葉隠れ、偽りの平和の上にあぐらをかき、虚実の栄華を極める愚かなる里。ここより世界に痛みを。この予感、外れていればいいが。何にしても急いで戻った方がいいな。これは木の葉の方角から。なんだ、一体何が起こっている。大丈夫ですか。九尾の人中力の居場所を吐け。出なければ消えてもらう。黒の衣に赤い雲模様。そうか、こいつが暁。さあ、言え。木の葉の忍びを見くびるな。お前のような奴に仲間は売らない。そう、ならばお前はここまでだ。ここまでなのは、ま、お前の方だよ。かかしさん。
なんとか間に合いましたね。コピー忍者の畑かかしか。あえて光栄だ。まさかここまで派手に攻め込んでくるとはね。そこの負傷者を連れて引いてください。まあここは俺に任せて。わかりました。お願いします、カカシさん。さて、キュービはどこだ。愚問だな。答える気なしか。ならばお前に用はない。リンネガン、こいつがジライア様を通したペインか。痛みを知れ。思った以上にやるな。だが我らを倒すまでには至らなかったな。どういうことだ。こいつもあの被弾とかいう奴らと同じなのか。お前のようなやつを残しておくと後々厄介だ。ここで消しておく。ちっ、カカシ先生。長次、それにいいのか。火星に来ました。助かったと言いたいとこだが、今回は相手が悪すぎる。気をつけろ。油断するとすぐにやられるぞ。いくら雑魚が増えたところで同じだ。神に挑むこと自体が無謀。身をもって教えてやる。来るぞ。
さすがは木の葉隠れ、粒が揃っている。どういうこと？なんで立ち上がれるの？お前たちが俺に勝つことなど不可能。使いすぎた。もう体が。だが、まずはお前たちを消す。終わりだ。お前の相手は俺だ。カカシ先生。お前たち二人はここから離れろ。ここは俺が守る。でも俺がこいつを止めている間にできる限り民間人を逃がすんだ。カカシ先生。なーに、時間稼ぎをしたらすぐに俺も駆けつける。行け。イノ。カカシ先生、待ってますからね。はあ。自らがおとりとなって逃がしたか。チャクラを使い果たした身で大したものだ。だが俺は甘くない。裁きを与える。悪いな、ナルト。サクラ、ナルトを狙って直接攻めてきた。アカツキが。俺はこれから里の救援に回る。お前は五代目の元へ行って今後の対策を聞いてくれ。はい、急がないと。
綱手師匠と合流して事態を収拾しないと。さすがにやるな。これが暁の力か。そろそろ教えてもらおうか。渦巻きナルトはどこにいる？ああ、んなもん知らねえな。つうか知ってても教えてやんねえよ。当然だ。あいつは俺たちの大切な仲間だ。仲間は死んでも売らねえ。大したものね。だがたとえ今黙っていたとしても、恐怖を植え付ければその心は揺れる。恐怖は、痛みは、人を変える。その恐怖をお前が教えてくれるというのか？面白いじゃねえか。シノ、イラタ、今回の敵は相当強い。油断すんなよ。当たり前だ。邪魔する者は何人だろうと消す。俺たちの勝ちだ。思った以上にやる。さすがにこの体ではダメなようね。バカな。おいおいおい、今まで戦ってたのはただの分身だったのかよ。分身であの強さか。くそ。丈夫、大丈夫だよ。あ？だってこの戦いを止めるためにみんな必死になってる。里のために一つになってる。だからまだ負けたわけじゃない。それにナルト君だったらどんなに苦しくても辛くても絶対に諦めないはず。
合ってるよ、ひなた。そもそも俺たちも最初から諦めるという選択肢はない。今はできることを全力で遂行するのみ。キバ君、シノ君。さて、話はこんくらいにしてそろそろ行こうぜ。まだまだ俺らの仕事は残ってる。あ、行くぜ、ひなた。うん、ナルト君。急いで師匠に会わないと。やっと着いた。よし。師匠。さくらか。よかった、無事だったんですね。ああ、鹿丸も来てたんだ。たまたま居合わせててな。里に大きな被害が出てしまったな。くそ。綱手様、今動けるものを2体に分けろ。一つは暁の討伐隊、もう一つは里の救援隊だ。速急にこの状況を打破する。各自に全力を尽くせと伝えろ。はい。ご苦労なことだが、結局それは無駄なことだ。こいつらは。鼻と耳にピアス、そしてビンネガン。お前が暁のペインだな。すでに俺の情報が入っているようだ。ジライアが残してくれた情報だ。ただでは死ななかった。さて、単刀直入に聞こう。渦巻きナルト、キュービはどこだ。ね、もはや九尾をかばったところで無意味だ。我々の前ではいかにお前たちであっても勝ち目はないと分かった。神の力を前に人はただ逃げ惑う。ならば我々に屈服し従順にあった方が得策だと思う。やめるな。我々の先代たちが求め維持しようとしてきた平和を崩そうとするお前らが何を言っても無意味だ。怒るな。こいつなんてチャクラをしてやがる。これがリネガンの力。お前たちの平和が我々への暴力な。確かに、かつてこの葉隠れがやってきたことは全て正しいとは言えない。だがお前たちのこんなやり方は許せない。言葉に気をつけろ。これは神からの最後の警告だ。ナルトの居場所を言え。今は我々の持てる力全てを注ぎお前たちを叩く。それだけのこと。それにお前は一つ勘違いをしている。勘違い。お前たちが一番欲しがっているものは絶対に手に入りはしない。木の葉の忍びがナルトをかばいきれると思っている。それは違う。ん？ナルトは強いぞ。師匠。栄光戦。このままでは無駄に時間が過ぎるだけ。ならば強引に口を割らせる。
師匠、加勢します。俺もやるっす。ペイン、貴様の行いを許すわけにはいかん。今ここで五代目火影としてあいつの友として。戦闘開始。よっしゃ。さすがは三人、さすがは火影といったところか。お前たちはここで終わりだ。それはどうかな。沈め。いつの間に。妙木山。こいつ一瞬で頭の中を読み取ったってのか。どうやらここにはナルトはいないようだな。妙木山、確かガマの隠れ里だったな。ここを探しても無駄だったということ。神の前ではいかなる策も通用し、圧倒的な力の前では全てが無意味。お前たち大国が証明してきたこと。お前たちはこの世界の主役だと思い上がり、死を遠ざけて考え、平和ボケして浅はか。人を殺せば人に殺される。憎しみがこの二つをつなぎ合わせる。ザレ事をペラペラと。戦いとは双方死を、傷を、痛みを伴う。私たち大国も痛みを受けてきた。言いがかりをつけてこんなことをするのはやめろ。少子、痛みを感じろ、痛みを考え、痛みを受け取れ、痛みを知る。まだ何かするつもりか。痛みを知らぬ者に
本当の平和はわからない。死者やつを追え、絶対に逃がすな。はい、あいつ一体何を考えてやがる。わからない、わからないけど早く抑えないとまずい感じがする。ここより世界に痛みを。神羅転生。この浜、むちゃくちゃじゃねえか。誰がこれをやったのかは明白じゃ。ジライアの小僧の肩にいた時と同じものを感じる。大丈夫か、キバ。ああ、なんとかな。一体何が？どうした？ナルト。
くんが、ナルトくんが木の葉に戻ってきてる。ようやく来たか。なるほど、この虫たちの反応はナルトだったか。それに、あれは…暁…今から一戦交える気だな、あいつ。キマ君、シノ君、私たちも。いや、やめておけ。どうして？虫たちが騒いでいる。ナルトのチャクラを感じ取った時からな。どういうこったよ。今までのナルトとは全く異なるチャクラを有している。とても大きく強力な。修行を通して莫大な力を手にしたに違いない。ならばおそらくこれからの戦いは人外の規模になるはず。そんな戦いに加勢してもただの足手まといになるだけってか。そういうことだ。でも…ひなた、悔しいけどここは抑え時だぜ。でも、私は、それでも…渦巻きナルト。てめえがペイン。わざわざお前の方から来てくれるとはな。探す手間が省けた。てめえ、この感じ、どうやらお前は仙人になったようだな。ジライア先生と同じように。ジライア先生だと。俺もジライアから術を学んだ。ジライアは俺のかつての師だ。何？お前にとって俺は兄弟子。同じ師を仰いだ者同士、理解し合えるはずだが。師は平和を望んでいた。ふざけるな！お前らがやったこれの、これのどこに平和があんだってばよ！木を見て森を見ていない。お前には平和の本当の意味が理解できてないだけだ。おとなしく捕まれ。お前の死が平和へとつながる。ざけんな。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠を、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。デイダラが言っていた通りだ。話を聞くようなやつではない。ならば、力ずくで捕獲するのみ。蹴りつけてやる。来い。これで終わらせる。
やるな。戦術は切れた。終わりだ。なんで？私は。ナルト君が…そうはいかん。
いすぎた。なんという意欲だ。ならば、しばくてせえ。ここまでとはな。九尾の力、素晴らしいものだな。誰か、俺を助けてくれ。俺はもう。こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？8本目の王まで封印が解放してしまうと、お前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさ。なるべくそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前。なんで四代目が。うん、だってお前の名前は俺が名付けたんだから、せがれなんだし。せがれ、じゃあ俺ってば。さっきも言ったろ、俺の息子だって。父ちゃん、俺の四代目が俺の。父ちゃん、キュービをお前に封じてからいろいろと大変だったようだね。すまなかった。ずっと聞き
きたかった。なんでだ、なんで俺に九尾を封じたんだってばよ。九尾が俺の中にあるおかげでいろいろ大変だったんだぞ。お前に九尾のチャクラを封じたのはその力を使いこなすと信じていたからだ。強大な敵とぶつかった時、お前を助けてくれる力になると。この葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になると、そう信じていたからだ。なの、勝手だってばよ。ああ、勝手だった。でも、お前なら俺の息子ならできると確信していた。木の葉の里は潰されちまった。お前の中から見てたよ。それにジライア先生のことも知っている。あいつはペインはむちゃくちゃ強えってばよ。今まで会ったどんな敵よりも。ああ。でも俺はあいつを許せねえ。エロ仙人も里も全部あいつが潰しやがった。だから俺は。おそらくあのペインもかつてはお前と同じ気持ちで、そして結果として今の惨劇につながった。え？何もないところから憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そしてそれを失うことで憎しみにとらわれる。じゃああのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのか？それはわからない。ただ理由なき憎しみはないはずだ。結局のところ、忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。でもだからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。ああ。四代目、教えてくれってばよ。俺ってばどうすればいい？答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。そんなことできるわけねえだろ。エロ仙人や四代目すらわかんなかったことをこの俺ができるわけねえ。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし、それに、お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当に、本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じるのが親ってもんだからね。さて、そろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だが、これで最後だ。この葉はまだやり直せる。
父ちゃん。どんな時でも俺はお前の味方だよ。ありがとう、父ちゃん。俺、やってみるってばよ。キュービーが消えた。一体何が。こいつすでにキュービを制することができるというのか。こっからが本番だ。絶対勝つ。もはやお前に万が一はない。諦めろ。お前こそな。俺が諦めるのだ。諦めろ。
これからお前たちを操っていた本体に会いに行く。大したやつだ。それに気づいているとは。エロ仙人が残した情報だってばよ。本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。それ聞いたときはまだ意味が分かんなかったけど、お前たちと戦っているときに誰かが見てるようなそんなチャクラを感じ取ったんだ。感じ取っただと。仙人モードは周囲のチャクラを感知することができる。そこで初めてエロ仙人の本物はいないって意味が分かった。お前たちを操っている本体がいるって分かったんだ。厄介だな、その力。もうお前の本体の場所も分かってる。あとはそこでお前と話をするってばよ。今さら俺本人に話したとて何も変わらない。そんなの直接話してみねえとわからねえ。無駄だ。お前では到底俺の痛みは理解できない。到底。ナガト。ああ、平和がのこのこやってきたか。お前が本体か。お前がみんなを。俺が憎いか。仇を目の前にし復讐を成し遂げたいだろう。俺はお前と話をするつもりでここへ来たけど、他に確かめたいこともあった。確かめたいことだと？自分の気持ちを確かめたかった。仇を目の前にしたら俺がどうするのか自分でも分かんなかったからだ。で、やっぱてめえは許せねえ。今にもぶっ倒したくって震えが止まらねえ。ならばかかってくるがいい。それがお前の正義だ。お前を弟子にしてよかったわい。どうした？俺を許せないのではないのか？エロ仙人は本当の意味で理解し合える時代が来るって信じてるって言った。
その答えをお前に託すって言われて、俺はただ弟子として認められたみたいで単純に嬉しかったんだ。それがどんなに難しいことか今になってよくわかった。そんなに簡単なことじゃねえってことも。だが俺を許せないことに変わりはないはずだ。俺はお前の死を殺し、仲間を殺し、里を潰した。この現実を目の当たりにし、お前は本当にジライア先生のザレ言を信じることができるのか。お前がエロ仙人の弟子だと分かったとき、どうしても聞いておきたいことができた。なんだ。エロ仙人の弟子であるお前がどうしてこんなことになっちまったのか。俺はお前の考えがわからねえ。お前は里を仲間を大切に思い、そしてそれらを守りたいと強く願っているな。うん、守りたいもの、大切なもの、かけがえのないもの、それらを思うのは何もお前だけではない。かつての俺にもそう思えるものがあった。だが今はもういない。すべて争いに奪われたのだ。偽りの平和、そして野心、くだらぬ思惑が争いを生み、そして俺の大切なものを奪った。両親も親友も何もかも俺の前から消えた。俺は争いを憎み、それを生み出した世界を深く憎んだ。しかし同時にこうも思った。争いを止めることができれば憎しみは消えると。それがこの世に平和をもたらすことになるのだと。ならばどうすればそれが実現できる。答えは至極簡単だ。この俺が神になり、争いがなくなるよう世界を導けばよいのだ。そうすれば全てがきれいに収まる。俺のように憎しみを抱く者がなくなる。
から俺は俺のやり方で俺の考える平和を実現させるために動いた。わかるか？これが俺の正義なのだ。ジライアの言っていた本当の平和などありはしない。あるのは何かを犠牲にして成り立つ平和だ。この呪われた世界に似合うのは呪われた平和だ。暁のペインとして人中力を借り続けたのも俺の考える平和を実現させるためだ。すべては世界のために平和を考えてやったことだ。世界のために。そうだ。少しは理解できたか？ああ、あんたの考えは理解できた。ならどうする？このままおとなしく捕まってくれるか？それはできねえ。俺は今の今でもあんたのことが憎くて仕方ねえくらいだ。ではここで決着をつけると。でも、うん？エロ仙人は俺のことを信じて託してくれた。なら俺はエロ仙人が信じたことを信じてみる。俺は最後まで師匠を信じる。愚かしいな。今さらジライアの言っていたことを信じて何になる。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きていく限りそんなものはありはしない。だったら俺がその呪いを解いてやる。うん。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めねえ。それが愚かしいというのだ。諦めずにいれば全てが叶うのか、諦めずにいれば平和が訪れるのか、そんな考えでは何もつかむことはできない。救うことはできない。何も誰も。俺ってばバカだから、平和がどうだとかどうすればいいかとかまだはっきりとは分からねえ。でも諦めたら全部終わりだってのは俺でも分かる。うん。諦めちまったら夢も希望も何も叶えらんねえ。前に進むこともできねえ。そんなのは嫌だ。自分の道は絶対に曲げたくねえ。やはり子供だお前は。そんな幼稚な考えで本当の平和が訪れるとでも。できる。俺ってば約束したからな。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来ると
わしは信じとる。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかったときは、その答えをお前に託すとしようかの。おし、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。俺の人道だ。師匠の意志は俺が引き継ぐ。そんで絶対に俺が叶える。本当の平和への道がないのなら、この俺がゼロから作り出してやる。信じてくれる人がいる限り、俺は。最後まで諦めねえ。長門、この先どんなことがあっても決して諦めるなよ。諦めることなくまっすぐに進め。きっとその先にお前の描く平和がある。弥彦が、コナンが、みんなが笑っていられる平和がな。わしはお前を信じとる。必ず平和をもたらすことができると信じとるぞ。諦めない心か。そういえば、俺もジライア先生から教わっていたな。だが痛みと憎しみにとらわれ、そんなことを忘れてしまっていたが。長門。おかしいな。同じ死を持つ俺だ。あの時は持ち合わせていたはずなんだ。渦巻きナルト、お前の目はこの混乱の中で少しの曇りも見えない。お前の目は俺の輪廻眼よりも先が見えているかのようだ。お前は俺とは違った道を歩く未来を予感させてくれる。師匠の意志は俺が引き継ぐ。そんで絶対に俺が叶える。本当の平和への道がないのなら、この俺がゼロから作り出してやる。俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士理解し合えるはずだと。前にあれは冗談のつもりだったんだがな。お前を信じてみよう、渦巻きナルト。長門、あなた。コナン、もういい。俺には新しい選択肢ができた。諦めていた希望への選択肢が。それにだ、弟弟子が諦めないと言っているのに、兄弟子である俺たちが諦めるわけにはいくまい。長門。でも、その術は、今のチャクラでその術を使えば。なんなんだ。
けど、輪廻転生の術。一体何しようってんだ。亡くなった者たちを生き返らせる。え、そんなことできるのか。木の葉へ来て、俺が殺めた者たちならまだ間に合う。これがせめてもの償いだ。それでもなお、お前には期待してしまう。お前はその道を迷わず進め。そうすればきっと、俺の役目はここまでだ。ナルト、お前だったら本当に。どうなっちまったんだ。ナガトの術が発動した。今頃、木の葉の者たちが息を吹き返している頃だろう。そっか。今までのナガトには、こんな選択肢はなかった。でも、この子がナガトの心をこじ開けた。あの堅くなだった心。ナガトを変えた不思議な子。そういや、お前はこれからどうすんだ。もう暁に戻るとは思いたくねえけど。暁は抜ける。もはや何の未練もない。ナガトの夢、ジライア先生の夢、二人の夢がお前に託されたのなら、これからはお前が二人の夢だ。ナガトがお前を信じたのなら、私もお前を信じる。私たちアメガクレは、お前と共に二人の夢を追いかけることにしよう。諦めないど根性、それから痛み。
それが師匠と兄弟子から譲り受けたもんだ。みんなの意志を引き継いで、俺はまっすぐ歩いてみせるってばよ。これまでも、そしてこれからもな。今度こそお前は散ることのない希望の花であってくれ。あ！見ててくれ、師匠。よ、カカシ先生。よくやったな。みんなは？よく帰ってきた。ナルト、信じてたぞ。よくやったぞ。コロナの英雄だ。待ってたよ。すげえ。すげえよ。やったね、ナルト。おかえり。みんな、お前が帰るのを待ってたんだ。みんなが。ナルト。大きくなったな、本当に。ナルト！ナルト！ナルト！おい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 、やったじゃねえかこの野郎。まさかあんたがね、すごいじゃない。僕はナルトを信じてたよ。言って押すなってばよ。さすがはナルト君です。さくらちゃん、本当昔から変わらないんだから、いつも無茶ばっかりして。ごめん、でもさ、バカ、あれ、ありがとう、ナルト。さあ、勝利の祝いです。ナルト君を胴上げしましょう。お、そりゃいい考えだ。そこまでしなくていいって。遠慮してんのよ、あんたらしくもない。ほうや、行くよ。わっ、ちょっと。四代目、今目の前に英雄がいます。Thank you.
答えが見つからんかったときは、その答えをお前に託すとしようかの。お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。お前を信じてみよう、渦巻きナルト。いつになるかは分かんねえけど、絶対答えを見つけてみせる。だから安心して見守っててくれ。そしてナルト、うん、そろそろ行くわよ。あれ、もうそんな時間？ほら、早くしなさい。ちょっと待って、すぐそっち行くってばよ。頑張れよ。ナルト？行ってくるってばよ。ちょっと聞いてんの？あんたに置いてくわよ。ああ、ストップ、ストップ。あんたね、何やってたのよ。いや、ちょっと景色を眺めててさ。はぁ、あ、景色？あんたらしくもない。さくらちゃん、俺だってたまには。いや、景色もいいもんだよ。だよな。景色を見てるとこう、なんというか、あ、ちょっとさくらちゃん。はいはい、ほら置いてくわよ。ふぅ、にぎやかだね、お前たち。かくして時代の風舞い上がり、今ここに新風芽吹く。無限の可能性を秘めし新しき道、渦巻きナルト物語はここより始まる。